レディエンスの小林です。今日はですね、抗がん剤の患者さんが帽子をかぶった時に部分ウィッグがあった場合とない場合どれだけ違って見えるか、それを見ていただきたいと思います。はい、部分ウィッグがあった場合とない場合、まあ、これだけ見え方が違うんですけれども、通常帽子をかぶってですね、前髪部分、あと襟足の部分ですね、髪の毛が出ていないとこれだけ違って見えてきます。